こんばんは、あいかです。スピリット祭り、今日はいつもはライブ配信でお届けしてるんですけど、今日は録画した動画です。これプレミア公開という形でやらせていただいてます。かついつもはサブチャンネル、スピリチュアルチャンネルで配信してるんですけど、今日はメインチャンネルでやらせてもらってます。というのも、実はおとといこのチャンネル登録者数1000人達成いたしまして、ありがとうございます。ということで1000人記念を、まあ、お祝いということでメインチャンネルから今回はやらせてもらってます。そしてなぜ今日ライブ配信じゃないかというと、この時間7時半ですけど、私サッカー観戦中でしてなのでライブ配信できないので録画動画をしてプレミア公開にしました。今ちょうど横浜 FC 対アルビレックス新潟の試合を横浜市の三沢球技場で観戦中です。もうどうしてもね、この試合は見ないわけにはいかない試合なので今日はあれです、他のチャンネルの皆さんのスピリット祭りの動画をリアルタイムで今日全然見れなくて、この時間は私自分のなのでちょっとチャット入りますけど、他のチャンネルは後でアーカイブで見させていただきますので、今日チャットに入れないのでごめんなさいという感じになります。今日サッカー観戦中です。ということで今日はサッカーチャンネルからやるんですけど、サッカー全然関係のない方のジョースターさんの視聴者の皆さんはサッカー全然興味ないと思うので、そういう方にもまあ興味のあるような話題にしようかなと思ったんです。何にしようかなと思ってこれにしました。たまに聞かれるんですよね、あいかさんなんでサッカーファンなのみたいなこれなぜにサッカー好きになったんですかみたいなたまに聞かれるので、結構ね興味がある方が多いと思うので、ね、あんまりこうサッカー好きそうに見えないいでたちをしていながら、なぜにこんなガチなサッカーサポなんだみたいな疑問に思ってる方もいらっしゃると思って、あとはでメインチャンネルの視聴者さんでも私がそもそもなんでサッカーファンになったかとか知らない方が多いので、今日はこの動画で私がなんでサッカーファンになったか、そして今なんで横浜 FC を応援するようになったかっていうお話を今日してみたいなと思います。本当にサッカー好き、まあ何でもそうですけど、好きなものをこう夢中で見てるとか好きね、もう関わってる時間ってやっぱりめっちゃ波動が上がってるんですよね、まあ、特に勝った試合はもう最高潮ですね、スピリット祭りっていうスピリチュアルに絡んだ話をすると、私の波動を上げているのに本当にすごい貢献してくれてるのが今サッカーです。私の中でかなり大きい割合占めてるので、じゃあなんでそんなに私がまああれですね、エクスタシーですよ本当に。なぜに私がこんなにサッカーでエクスタシーですよね、夢中になってる状態になっているのか、何がきっかけでこんなサッカーに夢中になったのかっていうお話を今日はしていきたいと思いますので、多分20分ちょっとぐらいになりますけど、ぜひ見てほしいなと思います。私がサッカーファンになったのは1996年の7月です。ちょうど J リーグが始まったのが1993年で、すごいこう J リーグブームがあったんですよね。当時は三浦知良選手とかベルディ、当時ベルディ川崎ですごい活躍していてブームがあったんですけど、私ね結構こう天邪鬼なところもあってJ リーグブ
ームの頃はなんかちょっと反感までいかないけど、あんまりなんかこうサッカー選手とかもこうね、チヤホヤされてなんかチャラチャラしてるみたいに思って、あんまりいい印象を持ってなかったんですよ。なんですけど96年にサッカーファンになっちゃったんですね。でちょっとね、当時何歳だったかっていうのを言うと年齢がバレちゃうので、当時何歳、自分が何歳だったかっていうのをちょっとあえて言わずに話しますと、96年にアトランタオリンピックがあったんですね。でちょうど夏に開催してたんです。7月の20何日かのある朝、私朝起きて何気なくテレビをつけたんですよ。そしたらたまたまアトランタオリンピックのサッカーをやってたんですね。で私当時全然サッカーも興味なかったんですけど、日本が弱いっていうこととブラジルが強いっていうのは分かってたんですよ。ちょうどその日本とブラジルが対戦してて、前半終わったところで0対0の引き分けだったんです。すごいと思って、もう日本弱いでブラジル王者、それにそのブラジルに0対0で引き分けてる、すごいぞと思って、もう夢中でそこから後半見たんですね。そしたらなんと後半日本がゴール決めて、伊藤照義選手っていう方、なんか今も続けてるみたいなんですけど、その方がゴールを決めて勝っちゃったんですよ、日本が。それがいわゆるマイアミの奇跡と言われている、その会場がマイアミだったのでマイアミの奇跡って言われる、今でも伝説になってる試合なんですよ、日本がブラジルに勝ったということで。それでもう私もう恋に落ちたわけですね、サッカーに恋に落ちてもうサッカーだ、もうその試合ビデオに撮って何度も見ました。多分何かで再放送があったんですね、それを録画してもう何度も何度も見て、そこからそれでサッカー好きになって、でその試合っていうのはもう日本が徹底的に弱くってブラジル超強い、しかもオリンピックって23歳以下の代表で戦うものなんですけど、3人までオーバーエイジ枠って言って24歳以上の選手を使えるルールがあるんですよ。なのに日本はなぜかそのオーバーエイジ枠を使ってなくて、ブラジルは使ってたから、超ますますブラジル超強いで、日本は全員23歳以下の若い選手だけで戦って勝っちゃったっていうものすごい試合で、その力の差があるから日本は徹底的にもう守る試合でだったんですよ。もう守備に追われる、ガチガチに守る試合っていう試合だったのがきっかけで、私ね結構その頃からディフェンダーベチだったんです。その頃から結構最近までディフェンダーが大好きっていう、あとサッカーのプレーでもディフェンス好きみたいな、守備のプレーが大好きっていう感じの人だったんですね。で当時のそのアトランタオリンピックの日本代表の選手が守備の岩田の選手がすごい多かったんです。4人ぐらいかないたので、そのまま守備ので、主力の選手もジュビロのディフェンダーが主力だったし、すっごい好きな選手も当時そのジュビロにいたので、そのままジュビロの試合を見るようになって、自然とジュビロ岩田ファンになったんですよ。そっから何年かずっとジュビロ岩田応援していて、で当時のジュビロはそんな強くなかったんですね。96年は多分7位か8位ぐらいで終わってたんですけど、その翌年97年から私がもうかなり応援に行くようになった年からジュビロ黄金期という毎年優勝するようなクラブに生まれ変わったんですよ。で何年かねずっとジュビロサポーターやってて、もう週末は岩田まで応援に行って、で平日は関東の試合があったら行くっていう感じの生活してて、まあ、ジュビロのユニフォームもこんな感じの色が似てんですよね、横浜市とこんな感じの色のユニフォームを着て応援に行ってたんですよね。で
何年かジュビロを応援してたんですけど、その後ですね、私なんとこれですイングランドプレミアリーグのサウサンプトン のファンになったんですよ、2002年から。それ何がきっかけかというと、2002年日韓ワールドカップですよ。当時私結構あのイギリスのロンドンに好きなダンスカンパニーがあって、あの、まあ、公演見に行ったりとかしてたのもあって、すごいイギリス文化が大好きだったんですね。当時もうなんかイギリスの文化の本ばっかり読んだりとか、そういうドラマとか映画ばっかり見て、もうイギリスかぶりみたいな、イギリス大好きな時があったんです。それで日韓ワールドカップがあったので、イングランド代表にすごい注目して見てたんですよね。だから日本以外ではイングランド代表を当時応援して見てて、でたまたま好きな選手ができて、あの左サイドバックのウェイン・ブリッジ選手っていう好きな選手ができたんですね。でその選手がサウスアンプトンの選手だったっていうのもあって、そこからサウスアンプトンの試合ちょっと見るようになったんですけど、最初はねそんな別にすぐサウスアンプトンファンになったわけじゃなくて、あのたまに放送があると見るっていう感じだったんですけど、見てたらなんかねクラブのカラーが好きで、こうなんだほのぼのしてて、サウスアンプトンっていうのは今の横浜市にすっごい似てて、いつも残留争い、毎年残留争いしてるようなクラブだったんですよ。なんだけどなんかわかんないけど最後生き残って残留しちゃったみたいな感じで、そういう感じなので、こうなんだろう、サポーターもクラブもちょっとこうのほほんとしてて、あったかいこうあのカラーがあって、まあ、プレミアに、まあ、残留すればいいかみたいな感じで、たまにこうスター選手がやってきてわーってなんかすごいみたいな、そんな感じで楽しいみたいな、そういうこうほのぼのクラブだったんですよ。それがなんかいいなって思ったのと、その好きな選手ウェインブリッジ選手自身があの地元の青年でずっと子供の頃からサウサンプトンファンで、サウサンプトンのアカデミーユースに入って選手になったっていう、もうあの生っ粋のサウサンプトンファンサポーターの選手だったっていうのもあって、私もサウサンプトンを応援するようになったんですよ。であの当時はね本当に夏休み冬休みはまあ現地に行って観戦して、普段はまあ日本で、たまにあのスカイパーフェクト TV で放送があると見て、で放送ない日はラジオの現地のラジオで聞いてって感じで、あとあの日本語ファンサイトを運営してました。当時サウサンプトンのファンが、まあ、世界中にいて、各地で各国で、例えばあのスウェーデンだったらスウェーデンサウサンプトンファンサイトとかあったんですけど、日本にいなかったんですね。だからこれは私がやらねばと思って日本語ファンサイトを立ち上げてやってました。サウサンプトンのオフィシャルサイトにいろんな記事が載るの、それを毎日印刷して電車の中とかお昼休みに読んで、こうマーカー引きながら読んで、それを週に1回土曜日朝から1日がかりでこう記事にして、まあマーカー引いたところをまとめつつ私のコメントも入れつつっていう記事を土曜日1日がかりでまとめて夜にドンって載せるっていう、そういう生活を送ってたんですよね。で夜アップしたら夜は試合をラジオで見てみたいな感じで、そういう日本語ファンサイトを運営しつつ本当にガチなサウサンプトンサポーターをやってたんですね。なんですけど、2008年にちょっとね生活環境が変わって、ちょっと応援に行くこともできなくなったりとかして、でちょっと見なくなって、サウサンプトンファン生活は2008年で終わったんですね。でその後私テレビを見なくなって、テレビを見ない生活になっちゃったので、全然サッカーから結構離れてたんですけど、一昨年かな、2021年にたまたまこう横浜 FC の一スポンサーさんの私クライアントだったんですよ。あのある、まあ、不動産会社なんですけど、
あの不動産買った関係でお世話になった会社がたまたま横浜 FC のスポンサーで、スポンサー席にこう年に3回ぐらい招待してもらえるんですよ。でそれで横浜 FC の試合を年に2回ぐらいかな見に行くようになって、一昨年、いやその前からだ、3もっと前、5年前ぐらいからかな見るようになって、4年前ぐらいから見るようになって、でたまたま一昨年の8月9日です、私が横浜 FC ファンになった日2021年8月9日に見に行った試合が、まあ、名古屋グランパス戦だったんですけど、一昨年は横浜 FC、まあ、J1 にいたんですけど、開幕から柔軟試合勝てなくて最下位だったんですよ。で、夏にちょうど東京オリンピックがあったので、こう中断期間があって、中断明け後の最初の試合だったんです。で当時横浜市はもう最下位 で名古屋グランパスは5位とかそんな感じだったんですけど、だから見に行った時点で、まあ最下位対5位の試合だから横浜市負けるだろうなみたいな感じで行ったんですよ。そしたらなんと 2-0 で勝って、しかもねすっごい内容もいい、めっちゃかっこいい試合だったんですよ。その試合でもうまた恋に落ちたんですね。横浜 FC に恋に落ちて、なんかね当時船のユニフォームこういうあの浜ブルーカラーっていうこういう色なんですけど、水色なんですけど、夏限定ユニフォームを当時着てて、その試合 で黒一色の上下黒のなんかオールブラックスみたいな黒一色のユニフォームだったんで、それがめっちゃかっこよかったのあって、その日もう一昨年の8月9日に横浜 FC ファンになっちゃったんですね。でその試合がきっかけで横浜 FC ファンになったという人、私以外にも4人ぐらいいます。ツイッター上で知ったんですけど、それぐらいこうファンを獲得した試合だったんですよ、その試合で。そこから横浜 FC ファンになって、一昨年は結局最下位のまま降格して、で去年は J2 で戦って、2位で自動昇格して、今年 J1 でまた戦ってんですけど、また最下位ですよ今この時点で今シーズンまだ1勝もできてないっていう感じですね。で私もうサウサンプトンもそうなんです、まあ、ジュビロはファンになって次の年から結構強かった、ただジュビロも今ね J2 ですから。でサウサンプトンもいつも残留争いしてるクラブで、横浜市もそんな感じで残留できるか、また降格してまた昇格してっていう、そういうクラブなんですよね。あの最初の方でお話ししたんですけど、あの J リーグ開幕したと当時私あんまりサッカー好きじゃなかった、天の弱でみたいな話したんですけど、ビッグクラブをやっぱりどうも好きになれないっていうところが あって、結局サウサンプトンも横浜 FC も、まあね、あの J1 にいるっていう時点ではサッカー界全体を見たらは強い方ですよ。その下に J2、J3、JFL、あとは地域リーグとかあるわけですから、全体を見たらまあ強い方のクラブではあるけど、そのトップリーグの中ではいつもまあ下にいるクラブばっかり好きになるみたいな、ちょっとね天の弱っていうか、ビッグクラブをあまり好きになれないたちみたいなそういうのがあるんですね。だいたい横浜 FC ファンの人ってそういう人が多いです。ビッグクラブ好きになれないとか、ちょっと天の弱みたいな、そういうところがあるんですよね。私そういうところが多分あるんですよ。で今回も横浜 FC、まあ、たまたま、ね、お世話になっている会社がスポンサーさん でたまたまちょこちょこ見るようになったっていう、なんか、ね、そういうご縁があったっていうのもあるんですけど、そんな感じで横浜 FC ファンになってね。ね、なんでこんなに私、ねまあ、最初はアトランタオリンピックで虜になったんですよ。じゃあなんであの試合、日本がブラジルに勝った試合見てなんであんなにハマったかっていうと、私ねジャイアントキリングが大好きなんですよ。もう弱小クラブが好きっていうのもあるんですけど、あの弱いチームが強いチームに勝つみたいな、そのジャイアントキリングが好きで、結局横浜 FC ファンになったきっかけの試合も
あの強豪クラブ名古屋に弱小クラブの横浜 FC が勝ったっていうジャイアントキリングの試合だったんですよ。アトランタオリンピックも弱い日本が強い王国ブラジルに勝ったっていうジャイアントキリングだったんですよ。それがなんかね、私のツボなんですよね、きっとジャイアントキリング好きだから弱いクラブ好きで、そういう弱いクラブがたまに、あのね、これサッカー特有なんですよね、ジャイアントキリングって。あるレジェンドの方が言ってたんですけど、バレーとかバスケットとかテニスとかはあんまり ほぼほぼジャイアントキリングってあんまりめったに起こらないそうなんです。だいたい実力通りの結果になる。ところがサッカーってね、頻繁にあるんですよ、このジャイアントキリングっていうのが。弱いクラブが強いクラブに勝つっていうのがしょっちゅうあって、それがサッカーの面白さってよく言われてるんですけど、本当にそうで、例えば横浜 FC も、ね、横浜マリノスに たまに勝っちゃったりとかするんですよね。それがサッカーの面白さっていうのもあってなんですよね。あとね、なんだろう なんでこんなにサッカーのツボかって、あとはあのユニフォームが好きですね。サッカーのユニフォームってほんとかっこいいなと思って、あのこのねシャツとあのショートパンハーフパンツみたいな、あの組み合わせすごいかっこいいと思うし、あとはなんだろうな、こう短命の儚さみたいなのもあるかもしれない。サッカー選手って、ね、大体30代半ばぐらいでこう引退したりとかして、私クラシックバレエも好きなんですけど、バレエと同じで短命なんですよね。その儚さもあるかもしれないし、なんでしょうね、まあいろんなところがツボでサッカーファンをずっとやってきたっていう感じで、今は横浜やしで、ね、今こうやって YouTube チャンネルもやって毎日ライブ配信して、いろんなクラブのサポーターの方が来てくださって、で毎日こうねチャットを通してお話ししてるっていうのもすごい楽しいし、いやー、本当にサッカーファンでいてよかったなって最近本当に思うんですよね。新潟の方とのつながりもね、新潟サポさんがこんなに応援してくれて、今回チャンネル登録者数が1000人達成したんですけど、その、ね、1000人の皆様のおかげなんですけど、一番こうチャンネル登録者数伸びるきっかけになったのがアルビレックス新潟サポーターの皆様のおかげなんですよ。去年 あのちょっとすごいこうチャンネル登録者数伸びた時期と、今年最近2月の末から3月にかけてすっごい伸びた時期があったんですけど、どちらもアルビエックス新潟サポの方がすっごい登録してくださったのがあって、新潟のサポーターって J リーグ全体で一番サポーター数が多いと言われていて、とにかく熱狂的で熱いんですよ。で熱くって、しかもこのね、私は基本は横浜市ファンの私の YouTube チャンネルを見てくださって、とチャンネル登録してくださって、もうライブ配信も一番見に来てくださるんですよ、新潟サポの皆様が。本当にあったかい方たちだなっていうのをすごい実感してて、でその影響で実は私も今シーズンは横浜 FC の次に応援してるクラブがアルビレックス新潟になったんですよ。だんだんこう影響されてこうあの注目するようになると、ね、だんだんこう愛着が湧いてきて、私も新潟は今2番目に応援してるクラブになったんですよね、という感じで、そういうね、人とのつながりの中でまた新たに好きなものができたりとか、まあ、そういうのもいいなと思ったりして、いや本当に私サッカー好きになって本当に良かったね、こう好きなことがあってこう、ね、夢中になる、エクスタシー状態になるっていうものがあるのもそうですし、 YouTube チャンネルこんなに伸びたのもサッカーのおかげですし、いろんな方との交流が毎日
にライブ配信してとチャットを通して毎日視聴者さんとお話できて楽しいですし、本当に私サッカー好きになってよかったなと本当につくづく毎日実感しながら生きています。ということで今日はなぜ私がサッカーを好きになったかと、サッカーを好きになってから今まで、ジュビロ磐田、サウサンプトン、そして今横浜 FC を好きになったきっかけと、サッカーのどんなところが好きかとかをお話ししてみました。ここまで見てくださってありがとうございました。でこのチャンネルもサッカー、ライブ配信サッカーメインで話してるんですけど、ショート動画を毎日上げてまして、ショート動画はサッカーと関係のないのが結構多いんです。レイプノモ TV での時に撮影したものとか、ジョースターさんも結構登場しますので、ぜひチャンネル登録して見ていただきたいなと思います。ショート動画だけ見るでもいいですので、ぜひチャンネル登録して見ていただきたいなと思ってます。ということで25分間見てくださってありがとうございました。この後はジョースターさんのスピリットチャンネルに、スピリチュアルチャンネルですねになりますので、引き続きスピリット祭りご覧ください。ありがとうございました。チャオ。